マサカド、絶対に危ないことはしないでね。それでリアの夢を叶えたら、ちゃんと私たちにこの子たちを返しに来てね。約束してください、マサカドさん。リアちゃんだけじゃなくて、マサカドさんまでいなくなったら悲しいです。わかったよ。二人の思いを無駄にはしないって約束する。よかった。うん。さてと、それじゃそろそろ研究所に行くとするかな。サキとフィンネルも行くんだろ。はい、明日のリアちゃんのために今日は一生懸命頑張ります。私も。あれ、今 Z じゃなくて名前で。わけわかんないこと言ってるなよ、 Z。 ほら早く行かないと遅れ。また Z って言った。所長に聞いたんだ。ティリア、本当に大丈夫なのか。ティリア、ヨズキが守ってくれたから。ああ、ヨズキも言ってたぞ、ティリアが怪我を治してくれたってな。どうしたんだよティリア、ちゃんと襲撃から守ってもらえたのに何をそんなに怯えてるんだ。
ティリア、どういうことだ一体。前回と前々回に比べて何が違うって言うんだよ。夜月もティリアも無事だっていうのに何を見落としてるんだ俺は。ティリア、そんなに怖かったのか。襲撃されたことがか。簡単には話してくれないか。こうしてても拉致が開かない。静かにさせておいた方がいいかもな。今日は帰るよ。でも何かあったら夜中でもいい。いつでも俺を呼ぶと約束してくれ。わかったわ。それじゃあな、ティリア。翌日、今日の朝はすごく気分が良かった。黒金の自殺を止め、ティリアが塔になるのが確実のものになろうとしているからだろうか。それとも、一回目の時にティリアにかかってきたという黒金からの電話がなかったせいだろうか。前回同様の研究所の廊下、そしてソニックルームへの扉。ここで黒金を止めてみせる。それじゃあ、マサカド、今までありがとう。ああ、頑張ってこいよ。応援してるからな。ええ、それじゃあ。あとは待つだけだな。おかしい、まだ来ないぞ。そろそろ歌が始まるっていうのに。まさか初めから中にいたのか。始まったか。おかしい、所長はいつ来るんだ。ソニックルームの中に。撃たれた。まさか。いつまでもドアの前に突っ立っているとは思わなかったのでね。時間もないことだし、少々強引ではあるが発砲させてもらったよ。すまない、銃の扱いには慣れていないのだ。今度こそ楽にしてやろう。ここはバイナリア。あ、記憶がダイブする前に戻ってる。驚いたわ、青と。いきなり殺されちゃうんだもん。気になる？公開中？え？女心ちゃんと掴まないからこうなるの。ヒントあげるからもう一度やってみたら。ヒント？そう、ヒント。私ががっかりしたところの手前でコンティニューできるようにしてあるわ。あの時私本当にしょんぼりしたんだから、今度こそちゃんとハートをわしづかみしてね。